ンサドーレ札幌対ビファーレン長崎、この模様をお届けしてまいります。さあ両チームのイレブンの入場です。さあ北澤さん、今日は厳しい戦いが予想されるんですが、いかがですか。互角ですからね、テクニック以外の要素が勝敗を分けるんでしょうね。まあ、選手がベストな状態でゲームに入れるか、コンディション管理なんかもね、非常に大事になってますよね。そうですね、ありがとうございます。スターティングラインナップご覧いただいています。さあ間もなく試合が始まります。コンサドーレ札幌対ビファーレン長崎、エキシビションマッチをお届けしてまいります。解説北澤さん、七海さん、さあお二人今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どういった滑り出しになるんでしょうか。堀米、さあ左サイドへ、これはクリアします。ボールアウト。岸田、前を向くことができるか。さあパスを受けて、いや一対一だ。シュート、ポストに当たる、どうだ、シュート、ゴール、先制。この位置でフリーで打たせてしまってはいけません。一番上げてはいけないゾーンですよね。まあ、最終的にやれるのはゴール前ですから、あの辺に人がいなくなってしまうのは問題ですよね。蹴り出しを見せています。この1点をね、やっぱりうまく有効活用していきたいですよね。まあ、これを利用してやっぱ追加点を取っていく、まあ、そういった形になる1点になればいいなと思いますけどね。インターセプトします。カウンターを仕掛けます。まだ上がってこないんでしょうね。インサイドへ、ボールは渡る、速いパス回し、絶好の位置です。来た、どうだ、シュート、さあ抜けてきた、少し時間を使いすぎたか、最後うまくいきません。やっぱり時間をかけてしまうとディフェンダーが戻ってきてしまいますからね。田中、李、岸田、通りません。中いますよ。ボールが上がってくる。これは通りません。前だ。ボールがこぼれている。攻勢が続く。ボールは中央。ジュニーニョ。トップだ。駆け上がる。宮澤、右サイド、マセード、宮澤、組み立てながら攻め上がっていく。しかしこれはファウルではありません。札幌としてはなかなかシュートまで行けてないんですよね。
ここはカットされる。おお、ハズレですね。ボールを持っている。上げて。流しますか。松本。さあ前半40分です。マセード、いいですね。そのまま打つ。ここは枠の右へと飛んでいきました。枠を捉えた形。ちょっと距離がありましたけどシュートコースありましたからね。堀米、内村、前を向くことができるか。ここは早いチェックで奪いました。前半終了、試合はハーフタイムに入っています。さあ北澤さん、前半について何かコメントをいただけますか。開始直後にいきなり決めてきたんですけど、これちょっと狙ってたのかもしれませんよ。相手の守りが不安定なうちに一気に攻め込んだっていう感じでしょうね。ありがとうございます。さあ長崎、1点先制して前半を折り返します。後半です。札幌としてはまだ時間がありますからね。じっくりと試合を進めていくのも一つの手だと思いますけどね。マセード、もう一度マセード切り込むか。こぼれた。これを拾ってもう一度攻めます。奪われる、内村。さあここでカウンター。ここですね。さあどうする。繋がった、前を向く。オープンなゾーンだ。繋がります。ボールを上げる。キーパー直接処理しました。クロスの精度を少し意識することで中の選手と合ってくると思うんですよね。さあ右サイド、銃を駆け上がっていく。見事なパス、シュート。いやファインセーブですよね。素晴らしいですよね。素晴らしいシュートなんですがキーパーの土正面。いやちょっと綺麗に飛びすぎちゃいましたね。クリアします。さあもう一度か。こぼれてますよ。素早いチェックからボールを奪います。駆け上がります。後ろからついているが物ともせずドリブル。ここで上げてくるか。もう少しクロスに工夫が必要なんじゃないでしょうかね。中の決めた。コンサドーレ、ここで同点に追いつきました。
あゲームは振り出しに戻っています。素晴らしい攻防を見せてくれてますよね。やっぱり得点が入る試合っていうのはスタジアムが非常に盛り上がりますよね。どう出るか。トクラいいボールだ。さあ前向きます。シュートチャンスだ。ダイレクトゴール。立て続けに得点が決まります。美しいパスワークからのゴールでした。つなぎながらうまく相手を崩しましたよね。これだけの連携プレーっていうのはチーム全員が意識していないとなかなかできないですからね。ここでリードを奪いました。いや、個々のパフォーマンスが非常に高いので連続してゴールが生まれてますよね。サイドへスルーパス。ボールを受けます。ファールです。フリーキックのチャンスになります。やはり自由を与えると非常に危険ですからね。どう出ますかね。ここで選手の交代があるようです。見てちょっと疲れを感じている、まあ、パフォーマンスが落ちているという見方をしたんでしょうね。ボールを上げる。同点のチャンスでしたがこれはゴールならず。点を取られた後で積極的に出るのは分かるんですけども、やはりこういったシュートの形を作れるかどうか大きいですよね。時間ありますから分かりませんよね。どうだ。クリアされますがコーナーキックへと続きます。メンバーチェンジがどうやらあるようです。マセード先ほどゴールを上げたんですが今日はここで下がります。このゲームにかける意気込みというのが伝わってきましたね。ここまでの時間帯で十分だったと思いますね。どうだ。後半です。惜しかったですけどね。まだまだ時間ありますからまずはしっかり守りたいですね。さあ交代枠を使い切りますか。試合の頭から相当飛ばしてましたからね。疲労困憊でしょうね、まあ、疲れての交代だと思いますね。つながりません。上原サイドのスペースを使います。ボールつながります。さあ行き先はヘッド。クロスに合わせてというシーンでした。さあ笛が鳴りました。コンサドーレ逆転で勝利。なんということでしょう。さあいかがでしたか。札幌としては後半から見違えるほどいい動きになりましたよね。しかも最終的には逆転勝利ですからね。今日は最高の試合だったんじゃないでしょうかね。はい、ありがとうございます、そろそろお別れの時間となります。解説は奈良美博さんと北澤剛さんでした。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。コンサドーレ試合をものにしました。